はい、今回は2022年、神戸大の、3番を説明します。1番2番を説明したんですね。で、この2番で答えは N が30で N が6で出てきたんですね。で3番 MN を自然数として AM 乗、イコール BM 乗イコール AB の、合乗とすると、で B の値を A を用いて表します。これはね、1番でこれ見たらね、X が M やな。だから X が M で、Y が N な。で、Z が O やな。これ5分の1。これね、この問題見たら1番からこうなります。で、これはね、2番で見たら、これ2番の問題と一緒やな。だからこれは、M が、答え30で N がイコール6になると。で、B の値を A を用いて表しなさいということやから、B の値を A を用いて表しなさいと。で、これはこれやな。A の M 乗は、B の N 乗やから、B の値、B は A の N 分の M 乗な。まあ、これは N 分の M だから A の5乗 A の5乗になりますか。B は A の5乗ということはですね。はい、終わります。